どうもお疲れ様でございます。暗号通貨ニュースでございます。まあ今ねご覧いただいているのが世界第2位というふうに位置づけられていたアメリカの FTX っていうね、まあそういう仮想通貨の取引所でございます。ご存知のようにこの会社もう今ありません。破綻したんですよね。まあこの会社詐欺とまでは言いませんけども、かなり危なっかしい経営をしていて資金を膨らましていったんですね。そしてある時突然ドンとなったわけなんですよ。で、ここにつきましては、世界第一の仮想通貨取引所のバイナンスが救済措置を取ろうと思っていたんですが、救済しようと思って会社のことをちょっと調べたら、まあ、とんでもないことが分かってね、これは救済どころじゃないよってことで手を引いてしまったんですよね。まあ、そういうふうに、世界第一の暗号通貨取引所のバイナンスですら手も足も出ないってことだったんで、その他の会社がどうにかできるわけじゃなくてね。で、この会社は破綻しました。まあ詐欺だったのかどうかってことはね、意見が分かれますけども、リスクヘッジにあまり重きを置いてなかったっていうのは確かに咎められるところであるのかなと思います。ここに資金を預けられた方、今結構ね、きつい思いをされてるんじゃないかなと思います。さあ、こんな感じでですね、暗号通貨取引所、仮想通貨取引所、日本国内の暗号通貨取引所は、まあこれはね、資金の保全がされてるんで安心です。まあいろいろと仕組みはこの後説明するんですけども、かつてねコインチェックっていうところが NEM っていう暗号通貨をハッキングされてね580億円分盗まれちゃった事件がありましたけども、これ全部コインチェックが保証してるんですよ。つまり顧客にダメージを全く与えてないんですよね。まあここにはね日本の金融庁、普段は金融庁は敵みたいなもんですけども、でもこればっかりはね国民の資産を守るためにものすごく厳しい基準を仮想通貨の取引業者には設けてるんですよ。ですんで、日本で上場する暗号通貨、仮想通貨には、まあまあ一定の信頼を受けるのかなと思いますし、日本で営業している正規のね、金融庁が管轄している仮想通貨、暗号通貨取引所にも、かなりね、信用が受けると思います。多分世界一だと思いますよ。確かに税金が高いとかね、いろいろ問題はあるのが日本の暗号通貨事情なんですけども、顧客の資金がハッキングされて飛んでしまうってことはまずないのかなと思います。ではその仕組みについてちょっと説明していきましょう。はい。ではね、日本の仮想通貨、暗号通貨の取引所がなぜ安心で安全なのか、厳格な基準のもとに経営されているのかってことをお話しします。まずね、ここに顧客がいます。顧客は一人でもないし、一万人でもなくて、まあ顧客というふうなね、単体だと捉えてください。その顧客が、100万円でも何でもいいんですけども、100万円分の現金を持って、仮想通貨の取引所。取引所はここです。取引所に、例えばね、100万円でビットコインを100万円分くださいというふうにオーダーしたとします。そうすると、この100万円ってのは、この会社のここに移動するんですね。そして、仮想通貨を100万円分、こちらの方に振り出します。この流れ、わかりますかね？で、流れはこうなんですけども、実はね、この仮想通貨の取引所、この会社は、顧客から預かった100万円を、ここに置いたまんま、自分の会社の資金で、100万円のビットコイン、100万円分のビットコインを顧客に渡してるんですよ。顧客にね。つまり、このビットコインが仮に飛びましたって言っても、お客様から預かった100はここにあるので、弁済が可能なんですよ。この会社自体が自分の資金の100万円分のビットコインを失うだけなんですね。まあこういうふうな立て付けになってます。ですんで、顧客から預かったお金と同等をこの会社ってのはいつも持ってるってことなんですよ。ね。顧客から預かったお金を保全してるってことなんですよね。だからハッキングされてもこの会社はダメージを受けますけども、でもお金を返すことができます。その代わり手数料が割と高いんですよね。日本の暗号通貨の取引所ね、実感するでしょ。日本の暗号通貨取引所で交換すると結構ね手数料ね取られてるんですよ。数千円とかね、私なんて数万円ってのいかれちゃった時がありますからね。高えなと思いましたね。うん。だからね、
7、80万交換したら1万とか取引所で手数料が取られたみたいな通貨もありますからね。俺高いなと思ったんですけども、この仕組みならしょうがないと。つまり、この会社の利益を多めに残しておくことによって、顧客の保証金っていうのはずっとね、積んでる状態なんですよ。まあだから、手数料は高いけれども、日本の暗号通貨の取引所は安心だなと思います。会社が破綻しても、多分資金だけはね、顧客の資金だけは守られるっていう仕組みになってると思います。で、FTX なんですけども、多分 FTX もね、同じような仕組みで顧客の資金は保全していたと思うんですよ。で、問題は何かっていうと、ここに置いてあるお金を他で運用して稼いで、その利益をこの会社自体に還流させていたっていうことなんですよね。もちろんこっちに預けた100が200ぐらいになって還流すればね、FTX はものすごく儲かるわけですよ。で、儲かったお金をさらにね、運用すれば、どん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 顧客から預かった資金で、この会社の資金を増やすことができるんですよね。実際そうやってたと思います。しかし、ここに預けていたお金が、まあ、いいことばっかりじゃないんですよね。ダメになったんですよね。どん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 値下がりして、預けていた資金が細っていったんですよ。その結果、FTX という会社自身の資金もどん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 なくなっていって、顧客の通貨の交換になかなか応えられなくなってきたところに、この会社やばいんじゃないのっていうふうな話が出てきて、しっかり調べたら会社の資金は随分目減りしたってことでね、お客さんの方が取引騒ぎを起こしたってことなんですよ。で、多くのお客さんがお金を引き出そうとしたら引き出せないっていう事態にすぐに陥ってしまって、バイナンスが救済しようと思ったら、ああもうこの会社資金ないわってことで、まあ諦めたってことなんですよね。で、初めて世界中に衝撃が走ったと。なんだ FTX 金ないじゃんみたいな、詐欺でもしてんのかっていうふうになったんですけども、詐欺ではないんですけども、まあ FTX というお客様からね、お金を預かる会社そのものが資産の保全と運用に失敗して、顧客のお金を溶かしてしまったっていうことなんでしょうね。まあ、こういうからくりだと思います。どうも、お疲れ様でございます。いかがでしたか？暗号通貨、仮想通貨の取引所について、少しね、話が進んだんじゃないかなと思います。で、私はね、日本の暗号通貨の制度はものすごくいいなと思ってます。日本では課税環境がものすごく悪くってですね、儲かりにくいんですけども、それでも投資家として最も避けなければならないのは全損なんですよね。日本で暗号通貨の取引を日本の暗号通貨取引所でしている以上、自分のミスによる全損はあっても、環境による全損ってのはね、まあゼロとは言いませんけどもね、世界一低いと思います。しかし日本以外の仮想通貨暗号通貨取引所ってのは、その取引所がね、当てになるかどうかってことがなかなかつかみにくいんですよ。ですんで、まずは少額でやり取りをしながら少しずつ資金を増やしていく、まあ、そのために時間をしっかりと使った方がいいと思いますね。まあ短期的に金持ちになろうと思ってね、爆上がりコインなんてのはね、やっぱり夢に見るんですけども、実際に爆上がりコインっていうのは結構見つかるんですよ。見つかるんですけれども、その通貨がね、本当に私たちの法定通貨、日本円に持ってこれるのかどうかっていう、このルートの解釈がかなり難しいです。一つには、買うことはできるけども、自由に売ることができないっていうふうな出来高の問題がありますよね。当然、値上がりした通貨を売るときには、誰かが買ってくれないといけないんですよ。その買ってくれる人がいますかってことなんですよね。金額が大きければ大きいほど、買ってくれる人ってのは、いわゆる高値掴みをするわけですから、減るわけですよ。これが一つ。それから、仮想通貨取引所。信頼できる世界のどこかの暗号通貨取引所を見つけなくちゃいけないんですよ。で、これっていうのはね、非常に困難です。というのが、ある程度の金額までは取引してくれるんだけども、金額が大きくなると、途端に受付しないってところもあるんですよ。それは、暗号通貨取引所の資金の問題がありますよね。資金があまりにもそこがないと、もう取引したくても、顧客の要望に応えられないってことになります。その取引所の会社の経営基盤とかね、資金繰りのキャッシュフローの問題とかね、
それをやっぱり見なくちゃいけないんで、例えばどっかの A っていう暗号通貨取引所は、どっかの大手のね、傘下ですってことになったらまだ安心なんですよ。だからそういうリサーチが必要になってきます。そうやっていろいろと暗号通貨の取引所を探していくうちに、ここなら大丈夫だなってところが見つかったとしてもね、それはなかなかね、他の人に教えてくれるようなもんじゃないんですよ。つまり、ここは大丈夫だよっていう暗号通貨取引所。先ほど話したように、あまりにも顧客の取引が殺到すると、取引ができなくなる可能性がある。逆に、顧客の数が増えれば増えるほど取引がしやすくなる。そのいずれかになってくるんですよね。まあですんでね、仮想通貨とか暗号通貨の取引所で、ここはまあまあいけんじゃないのっていうところを早く見つけていかなくちゃいけないんですよ。どちらかというと、暗号通貨と仮想通貨の取引の経験っていうのは、その取引所の安心度を見分けることができますか？そういうふうな安心できる取引所をいくつ知ってますかってことにもなってきます。私が海外の暗号通貨、仮想通貨取引所でおすすめするのは、インドダックスってところなんですよね。これは通貨の取引の量も多いし、今のところ交換に目詰まりしたことがほとんどないんですよ。ほとんどないっていうのがポイントなんですけどね。うん、私も全ての通貨で取引したことがあるわけじゃないんで、インドダックスだったら今のところ私の経験上ないなっていうだけで、私が取引したことのない通貨の中では目詰まりがあるのかもしれません。ですんでね、仮想通貨、暗号通貨っていうのは、一人でやると限界があるんで、やっぱりこう多くの方と意見交換をしながら探っていくっていう部分が必要になってきます。その際ね、必ずしも人の情報が当てになるわけではないっていうことは前提にしなければなりません。で、私は別にね、あやふやな情報を投げようと思ってるわけじゃないんですよ。うん、でも、精査した、その結果、私の見えてないところで何かね、トラブルがあっても、それは勘弁してくださいってことになりますね。うん、それはね、会社の資金力とか経営基盤とか経営環境の変化っていうのに、うん、やっぱりね、耐えられない小さなベンチャーもあるわけなんですよ。特に仮想通貨ね。大手になるまでは本当に吸ったもんだですし、仮想通貨取引所の A っていう会社と B っていう会社が合併するってこともあります。そうやって徐々に仮想通貨取引所、暗号通貨取引所っていうのも、やっぱりね、それで一山当てようと思ってる人はその会社やるわけですから、やっぱりその過程では会社同士の競争があったり、潰し合いがあったり、まあね、資金の持ち逃げがあったりとかね、うん、仮想通貨の取引所だってね、私たちが考えてる日本の銀行みたいな固いところではないわけですからね。そういった危なっかしさもあるかなっていうところで、今年は、1ヶ月に1銘柄を皆様にこうお知らせしながらね、で1銘柄につき1万円ぐらいでやっていった年間でだいたい12万円ぐらいをこうね経験できるかなっていうところなんですよ。それから資金を増やすかどうかっていうのは、その後で考えていくことと、あとは仮想通貨とか暗号通貨の取引所をね、これを機会に一つ一つ見ていくってことが必要になってきます。で、私はね、コイン月光っていうところをいつも使って皆さんと一緒にね、仮想通貨のことを考えてるんですけども、コイン月光っていうのは、個別銘柄に対してどこだったら取引できますよっていうところを紹介してくれてるんですよね。で、コイン月光はそこそこのリサーチ能力がありますので、コイン月光が紹介する取引所ってのは、まあ最初にリサーチするところとしては当てになるかなってところです。ただしコイン月光から最近ここの通貨は引き出しができなくなりましたとか、この通貨はちょっと危険度が高まってますみたいな警告もありますんでね、そこも見逃さないようにしていただきたいと思います。そういう意味で最初は資金は少なめに、ダメージがあんまりないような形で経験を積んでいって、そして慣れてきていろいろとね、縦横無尽にできるようになってきてから資金をどんどん積み増していってお金持ちになっていただきたいと思うんですね。最初はどうしてもね、値上がりバーン爆上げみたいな価格に釣られてしまうんですよ。で、私も興味を持っていただきたいので、値段の上がったコインっていうのをね、こうやって紹介しますけども、問題はその後なんですよね。その後、つまりリスクヘッジができるか、自己管理ができるか、リサーチができるか、この3つの力は私たち個人が培っていかなければならないところなんですよ。出なければ仮想通貨で生き残っていくことはできない、つまり金持ちになることができないということになりますのでね、値上がりする通貨を探すのは簡単ですけども、その後に本題が控えているということで、今日はこんなところでね、動画の方終わっていこうと思います。それではグッドラック。